本田正俊、本田正俊、聖徳五年三月十九日は加賀藩の出生。輝か本田屋第三代当主。父は加賀藩があろう。本田正永。性質は前田皇帝の娘。子は本田性質、本田正圧氏、本田聖章、西野党員時光室、栗通婚室、前田貞直室、三田村隆子と室。陽明一万作。 通称主伝、安房。意名は正義、生在、正都豪天淵。官位は、十五石田安房主。加賀藩があろう。本田正長の子として生まれる。元六十二年、死むしる三千国を賜る。元六十四年、父の隠居により、家徳と五万国の治業を相続する。同年人持仕組頭となる。元六十五年、四月安房主に任官。 聖徳元年抗議御用兼任。聖徳五年3月19日卒。去年63。家徳は、嫡男の性質が相続した。聖圧氏は、一族の旗本、本田聖法の養子となって、家徳を継いだ。また、父、正長の希望で、長女を正長の母の実家の久下西の党員時光に、藩主、前立名乗と幕府の許可を取った上で嫁がせている。 修古雑話によると、江戸城に勤める女中が、両親の法要を営む費用を捻出するために、キャラの商品を売ろうとしていると聞き、それを百両の大金で買い取り、江戸の人々を驚かせたという話。江戸三布の木戸に、三穂松原で行列が休憩を取った際、毛線を十数枚敷き、出発の際にそのままにして去ったことが評判になった逸話がある。また、 鹿や書道に優れた文人としても知られ、白山本自動、大乗寺浴室、のと小島大比較の変額に優れた記号を残した。ありがとうございます。